皆さん、いかがお過ごしでしょうか。まあこういう状況ですんで、なかなかね、外出できないっていうところだったり、まあお店に行きたくても行けない、まあコーヒー屋としてもお客さんにどうしても来てほしいってことも言えない状況にはなってるなぁとは思うので、でもコーヒー屋のその役割ってなんだろうなぁと思った時に、コーヒー豆をね、オンラインで、販売するっていうところももちろんコーヒー屋さんとしての役割だとは思うんですけど、うちにとってのコーヒー屋さんのやり方というか役割って、まあ多分なんだろう、お客さんとコミュニケーションを取るっていうことなんじゃないかなとは思ったりしてたんですね。で、どういう方法が今後いいのかなと思ってて、やっぱりでもお客さんにやっぱり来てよとは言いにくいので、できれば皆さんもご自宅でどうやってこうコーヒーのある生活を楽しんでもらおうかなっていうのをちょっと考えてみたんですよね。で、その方法の一つの、ちょっと案として、皆さんとゆっくり話をする時間を設けたいなと、逆にこういう時間になったんで、家でどうしようかなと思ってる人だったり、一人でコーヒー入れて飲むのもなんかちょっと味気ないなっていう人ももしかしたらいるのかなと思ったんで、うちだったらよくこうお客さんと交えて、いろんな話、世間話だったり、コーヒーの話だったりをするんですけど、そういった話をよりこうオンラインで親密にこう話ができたら、なんかうちとしての役割もこのまま継続できるなっていうふうに思ったんで、ちょっとこういうことを考えてみましたと。で、っていうのは、また概要欄の方にオンラインのネットショップのですね、案内入れておくんですけど、豆の販売をするんですが、コーヒー豆を買ってもらって、その専用のページを作るんですけど、コーヒー豆を買ってもらったセットに、ちょっと僕、お客さんが実際に来てるような体で、うちの営業時間中にどれかこう皆さんそれぞれこの日に来たかったなとか、この時間に来たかったなっていうのが、もしかしたらあるのかなと思うので、その代わり、でもやっぱ出ないでってところなんで、自宅で疑似的にお店に来てるっていうのはこういう感じの体験で、皆さんとお話ができたらいいなと思って、メニューはね、そんなたくさんは選べないんですけど、コーヒー豆を選んでもらって、言ったら、選び方としては提案は3つあります。1つはもう豆のままですね、豆のままで 100g をオンラインで販売するっていう形と、あとは、いつもやってないんですけど、豆を粉にひいて、でひいたものを100g、だいたい7日、1週間分ぐらいだと思いますを、オンラインで送るっていうところか、もう一番簡単なもの、こういったらこうお湯につけるだけでコーヒーができるっていう形にして、7杯分ですねを、どれかを選んでもらって、皆さんにご家庭でコーヒーを楽しんでもらえるようにしたいなっていうことに、プラスで、そのオンラインで、購入するときに、この時間帯ぐらいにこう来たかったみたいなと、この日にこの時間帯が良かったっていうのをコメントしていただけたらですね、僕がインスタグラムのライブ配信つなぎたいと思います、その人に。だから1対1でちょっと話をしたいなっていうところをちょっと考えてまして、で、実際のやっぱりこうお客さん来る時も通常は1対1で話をするので、1対1で話をしながら、でも営業時間中ではあるから他のお客さんはもしかしたらいるかもしれない。で、そういうもんですね。やっぱコーヒーショップのあり方って、こういろんな人とコミュニケーションを取りながらっていうのが、なんかコーヒーショップのいいところだなって思うんで、それが今ここではできないっていうところなんで、インスタライブで、その人が、インスタグラムでこの日この時間に、来たいなと思ってますっていうところで、僕のアカウントとその人のアカウントを一緒にちょっとねシェアして、会話をするような形を、インスタグラムライブ配信で皆さんに配信しながら、でも見る人も見ない人ももちろんいるとは思いますし、顔見せたくないという人はフィルターかけてもらってもいいんですけど、どんな話をするかって、別にそんなこう堅苦しい話をするわけではなくって、全然いつも僕らがこうコーヒー屋さんでするような雑談みたいな感じでもいいし、この話聞いてほしいでもいいし、僕にこんな話をしてほしいでも何でもいいんで、大体大きく3つぐらいかなと分かれるかなと思ってて、雑談したいなみたいなか、僕に話してほしいこと、どんなことを聞きたいかということですね。か、それか、こういう話してみたい、こういうのを聞いてみたいっていうところ、僕に話してほしいのか、聞いてほしいみたいなのが、あったらざっくりでもいいんで、別に雑談でもいいし、
まあコーヒーのことはね割と得意なんで話せると思いますし、まあそこの部分をまあ大体約30分ぐらいでも目安に考えてますんで、まあお店の時間の営業今のところは13時から21時で平日は予定してるんで、でちょっと土日は控えようかなと今のところ思ってます。またその辺が変更があったらまたお知らせするんですけど、まあその平日の、水木以外ですね、休みの水木以外でちょっとこの曜日にこの時間どうだろうっていうのがあったら、まあぜひちょっとオンラインになるんですけど、絶対ね皆さん一人の環境で飲んでほしいんですけど、もちろん一人の環境のところで、まあ、ご自宅だったり、まあ、職場の休憩室でもいいんですけど、まあ、そこでこう飲んでもらいながら、僕はここでコーヒーを入れながら、で僕は豆を配送するんで届いた段階ぐらいがいいですね、タイミングとしては。で、まあ、そこで皆さんはそれぞれ家でコーヒーを飲むなり入れるなりからじゃあスタートして、だから繋がったら一緒にコーヒーを入れます、流れとしては。繋がりました、インスタライブを僕が配信するんで、でその人が見てくれたらシェアできるんで、画面が2つにインスタライブで分かれて、一緒にこうオンライン上で会話してるような感じになりますね。で会話してるような感じになるんで、じゃあそこで繋がったってなったら、じゃあ一緒にコーヒー入れましょうと。でその時にコーヒーの入れ方聞くでもいいし、全然僕もこういう感じで入れますみたいな感じでお話をしながら、まあゆっくり2人でコーヒーを入れて、じゃあ一緒に飲みましょうかっていう感じで30分ぐらい冷凍飲みながら、まあどんな話をするかなっていうのを、まあまあいつもお客さんとしてるような感じですね。で行けたらいいな。でその時もし他のお客さんがいたら、もしかしたらこう会話に混じってもらうみたいなことがあるかもしれないです。まあそんな感じで、まあ家にいながらだったり、まあ、もちろんこう一人の空間の中で、でもコーヒーショップに来てるような感覚でコーヒーを楽しんでもらうっていうのを、まあ、ちょっと提案したいなと思うので、まあ気になる方だったり、まあちょっと家でなんか誰かとはしゃべりたいなみたいな思ってたり、まあもちろん僕でもしよければですね、なんかこう、まあ、どんな感じなのかなとかね、普段こうどういうことを考えてるのかなみたいな話が、まあ、なんとなく雑談みたいな感じでできたらいいなと思いますんで、まあ、詳しくは概要欄の方にも載せておきますんで、まあ自宅でなかなかこうちょっとうずうずするような、まあ、毎日ですけど、まあ、コーヒー飲みながらお話でもできたらいいなと思いますんで、購入の方法は、まあ、概要欄のオンラインショップから豆の購入のところで、まあ、豆購入するか粉にするか、さっき言ったこのチャポのドリップバッグにするかの3タイプを選べるようにはしてるんですけど、まあ、方法はまずその1つですね、まあ、オンラインショップから豆を買ってもらうっていう、そこから買っていただいた場合は倍が1つで、もう1つはそれとは別でもう500円で、そっちは500円ただ話すってことをするんですけど、それはもう自分のお気に入りの豆でいいです。っていうのはうちの豆じゃなくていいです。僕はいつもこの高校の人のこう、このロースターの豆を買うんですって、近所のでもいいし、オンラインで買ってる人もいると思うんで、まあね、せっかくコーヒー屋さんもいろいろあるし、全国にもいろんなところのコーヒー屋さんがあるんで、まあ、できたら僕にも紹介してくれたらなと思いますので、なんで、そのまま豆購入じゃなくて、まあ、ただこう2人でオンライン上でつながった後、僕はうちのコーヒーを入れるし、皆さんはそのオンライン上でいつも入れてるコーヒーを、まあ、どんな感じのを入れてるのかなと僕も聞いたりもするかもしれないし、まあ、紹介してもらえたらなと思います。なんで、まあ、うちの豆を買っていただくその3パターンか、いつも使ってるようなとか、お気に入りのコーヒー屋さんとかの、コーヒーを使って入れていただいてももちろん OK です。もう家でコーヒーを楽しんでもらえたら、まあ、OK なんで、まあ、それの上でその後、まあ、なんかちょっとこう2人とかコーヒー飲みながら、まあ、お客さんと、まあ、話したりとかってできたらいいなとは思うんで、そんな感じで応募方法は、大きく2パターンあるんでよろしくお願いします。はい、なので概要欄にね、オンラインでもフランクにっていう、こう商品名で出しとくんで、まあ、そのうちのコーヒー豆を使う場合のパターン1と、もう1つパターン2は、まあ、お気に入りのコーヒー屋さんとか好きなコーヒー屋さんとか、まあ、できたらコーヒー屋さんも買っていただけたら、ね、コーヒー屋さん同士の対談みたいな感じがオンライン上でできるんで、まあ、それも、ね、お互いの紹介とかにもなったりするかもしれないんでね、コーヒー屋さんの募集も待ってます。なんかこうコーヒー談義でもいいし、全然関係ないことでもいいと思うんで、その2パターンですね、オンラインでもフランクに、購入検討よろしくお願いします。お店の方にももしね、このね、状況がもうすごく回復したら、まあ、ぜひね、お店の方にも来てくれたらと思いますんで、まあ、それまではね、外出控えてっていう形で、まあでもコーヒーはね、こんな感じで楽しんでもらえたらいいなと思いますんで、
ではまた、また会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。